スクンチョコマンはどう思うかもですよですね。今回なんですけども、豆知識集ですね、やっていくんですけども、皆さん、キルの上限っていくつか知ってます？まあ、普通に COD をプレイしてる人だったら、絶対にこの出会わないであろう場面だと思うんですけども、このキルってさ、果たして上限は999なのか、それとも9999なのか、結構気になると思うんですよね。今回はですね、それをですね、検証していきたいなと思ってます。ブチブチにするぞ。ほな、早速ね、キル上限ちょっと調べていきましょうか。これちょっと早送りやね。いいよ。いいぞ、これ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、誰か A の方、あ、まあいいわ。ここでいいわ。ここでいいわ、ここでいいわ。で、ここで出した瞬間に一旦下がって出すと。バチコリと。OK。これで多分各で全員飛ぶから。ナイスナイスナイス。で、これ湧いた瞬間をプレザーでリスキルすると。いいぞ、お前ら。いや、ちょ、これさ、味方の人、これサイドにも分かれてくれへん。そう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 。誰や、ドブネズミか、そうそう。で、そんな感じに、一点に行けるように。そう。だから、A 立ったのでも A には分かんから。頑張れ、お前ら。頑張れ、お前ら。頑張れ。時間との勝負や、これは。いける！多分これで上限が見えるぞ！さあ？おお！うわ！上限突破した！うそやろ COD！ これはちょっと上限欲しか、ほら、おいほらさ、これ おったやろ、この亀キッズの中にも。亀さん、999上限じゃないんですかとか言ったやつ。おるやろ、ほら。これどうや、これは。俺がね、また一つ伝説、証明した、これ。ほら。999が上限じゃないですよ。いやー、でもこれ多分ね、俺的な予想は多分、9000いくんかな。ワンチャン1万キルいけるかもしれん、これ。でですね、結局最後までやっていきました。これ見てください。1185万円。ちょっと2レスがいけえな。プレデター見せられてその自滅してしまったんで、キルでいくないか。逆にこっちの方がちょっとヤバみに感じるよね。まあそのさっきも言ったんですけども、おそらくこれは9999キルが、まあ上限なんじゃないかなと思ってます。これね、999と思った方結構いると思うんですよ。ブチブチにするぞ！それでは続いての豆知識なんですけども、このバトルロワイヤルの AMR ですね。この前にも紹介したんですが、こいつデフォルトで押してるやつはサーマイトマガジンしかないんですよね。なんですけども、はい。まあ例えばこの乗り物に乗ってるじゃないですか。で、まあこことかに当てても、敵にはこのダメージ食らわないんですよね。なんですけども、この AMR っていうのは、まあその遠くでですね、はい。この敵の付近に当てるだけですね。敵にダメージを与えるんですよね。なんで、まあ、その飛んでるやつとか、そのこのヘリコプターにね、弾を当てるだけでですね、この敵を倒すことができますんで、まあ、この豆知識、ぜひぜひ皆さんね、活用してみてください。まあ、これちなみになんですけども、どの乗り物でもそうですね、当然バイクもそうなんですが、はい。まあ、この車、まあ、トラックですね。ここに打ったとしても、中の敵にほら、食らうんですよね。だからまあ事実上この AMR はまあその4パで、まあ1人はね、絶対に持っておいた方がいぶきなんじゃないかなと思ってます。それではツイッターの豆知識なんですけども、結構ね、これツイッターとかで話題になってるんですけども、はい。この新武器の AMR のミシックのドローのこいつですね。フラッシュバンのディープテックっていう、このフラッシュバン迷彩が結構話題になっているんですよね。まあ皆さんも知ってる通り、普通のこのフラッシュバングレネードの効果っていうのは、はい。こんな感じなんですよ。わかります？眩しくなってキーンっていう音が出るんですよね。まあ大体この壁についたぐらいには終わると。でまあ問題はこっちっすね。このレジェンド迷彩のこのフラッシュバングレードなんですけども、はい、こんな感じに深海に沈むような感じになります。まあこれはいいんですけども、こっからですね。わかります？さっきはこの壁についた瞬間終わったんですけども、こっちの迷彩っていうのは壁についてもしばらくは残るんですよ。ということは、まあこれに関しては明らかにですね、このレジェンド迷彩効果時間が長いんで、実際にこのツイッターとかあと競技シーンでも、こいつを禁止にするか禁止にしないかっていう議論が上がってるレベルなんですよ。でですね、僕から一つ言わせてもらうと、まあそのね、運営様課金やし、まあ1万5000払ってるし、普通にちょっとね、まあ違う特殊な演出にするのはいいんだけども、効果時間をちょっと長くしたりするのは、まあ個人的に心配っていうのはある。
それではついての豆知識。まあこれは豆知識というか、どちらかというと最新情報なんですけども、まあ結構ね、COD やってる人って Twitter やってない人が大体だと思うんですよね。まあその YouTube だけ見てるとか、そういうような感じの人が多いと思うんで、まあその方たちのためにですね、来シーズンのこの新武器の紹介っていうのをスッとやっていきたいなと思ってます。まずですね、この来シーズンの新武器一つ目なんですけども、こちらですね、ハデス。まあこれ LMG 枠となっています。まあこれね、BO シリーズとかにその登場したやつで、まあその簡単に言うとチョッパーに似たような感じの武器ですね。まあその腰打ちとかというか、まあ、腰打ちで撃てる武器と、まあ、LMG となっています。でもう一つなんですけども、これね、見た感じ何か分かります？そう、クロスボウなんですよ。ちょっと横から見たらあんまり分からないと思うんですけども、まあこれ MW とか、まあその結構昔の作品かな、 BO シリーズからずっと登場してるやつで、まあ普通にね、その弓を撃ってなんかそうワンパンできますとかじゃなくて、その爆発の弓とかね、まあ拡散する弓を飛ばせたりっていうような感じに、結構カスタムの幅も広いんですよね。で、これ、ステータス見てもらったら分かると思うんですけども、はい、34なんですよ。だから、一発撃って引いて、一発撃って引いてみたいな感じなんで、もう一撃必殺のような感じの新武器となっています。で、まあ、この下の部分を見てもらったら分かると思うんですけども、はい、こいつサブ枠なんですよね。まあ、今まではこのショーティーで近距離を抜くか、そのレレンティーとか、まあ、ハンドガンで、まあ、その中距離、近距離を抜けますよ、みたいな感じの性能だったんですけども、ワンチャンこいつは、でもね、この射程が38なんで、まあ、ちょっと SR みたいな感じに使うか、まあ、ミニマークスマンみたいな感じの立ち位置になるんじゃないでしょうか。まあ、でも一撃必殺の武器なんで、まあ、荒れることはないと思うんですけれども、まあ、過去作とかでは、その爆発の弓とか、まあまあ、荒れた作品もあるんで、まあ、そのこいつのカスタムによっちゃ、まあ、COD モバイルの環境も荒らすかもしれません。まあ、今回もね、一応このエースさんっていうリーカーのですね、まあこの情報とかを概要欄に貼っておくんで、ぜひぜひ見てみてください。でもね、カメさん、この情報って本当なの？みたいな感じの方いると思うんですけども、はい、もう公式からこういうような感じに出てるんですよね。はい、 COD モバイルのその公式から、多分これがハデスで、これがクロスボウだと思うんで、まあ出ることはまあほぼほぼ確実なんじゃないかなと思ってます。ブチブチにするぞ。それではツイッターなんですけども、この前のアップデートで追加されたスライドヒントというような感じの設定ですね。一応こいつ自分オンにしてるんですけども、まあその簡単に説明するとですね、これわかります？たまにさ、あるじゃないですか、スライディングができないとかね、なんでそこしゃがむみたいな感じのことがあるじゃないですか。まあそれがですね、まあ起きにくくなるとというような感じの設定となっています。はい、一応こんな感じにスライディングできる状態の時は、これがですね、ほら、スライディングのアニメーションに変わるんですよね。なんでね、結構そのスライディングしようとしたのに、こんな感じにしゃがんでしまうてな感じのことが多い人は、これですね、まあオンにすれば、結構ね、あのこのまあしゃがむとか、スライディングしたかったのにしゃがんでしまうてな感じの事故が減るんじゃないかなと思ってます。ブチブチにするぞ。それではついてなんですけども、ちょっとね、カメさん、それ何回紹介すんねんみたいな感じに言われそうなんですが、俺多分豆知識でも5回ぐらい紹介したんじゃないかな。でもね、絶対にコメント欄で、カメさんそれマジで知らなかったです、ありがとうございますみたいな感じの人が結構いるんでね、今日も紹介していこうかなと思ってます。それがリネームカードですね。あのさ、これ課金限定のものだと思うじゃないですか。実は違うんですよね。はい、これ CP500 じゃなくて、実はですね、はい、こっちクレジットにも変更してですね、無課金さんの方でも名前を変えれるとというような感じなんですよ。これ多分ね、絶対に知らなかったっていう人ね、あの毎回毎回コメント欄にいますので、まあ参考になればいいと思います。ということでですね、今回どうだったでしょうか。これからもですね、こういった豆知識動画とか武器紹介、最新情報を上げていきますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。